昭川町駅は、かつて、富山県東都並郡昭川町にあった、下越能鉄道下越線の駅、下越線の終着駅だった。二面三線を有する地上駅であったが、利用客の減少とともに一面のホームの片側のみが、使われるようになった。駅構内には、機関庫があり、1965年からは、管理事務所も置かれていた。 駅舎は1958年にブロック済みのコンクリート作りに改築された。校内には1953年11月に廃車届が出されたハフ 10K11 やハフ 20K21 が留置され、倉庫代わりに用いられていた。1926年1月15日に、小川水力電機が小牧ダム並びに小牧発電所建設のために、 チンタオ町駅より発電所工事現場まで専用線の運転を開始した。この資材輸送によりチンタオ町駅は活況を停していた。小牧発電所は1930年11月に発電を開始したが、専用線は1939年10月8日まで使用されていた。1951年12月15日に、 カ越能鉄道はこの配線実機を使用して延長線の免許を取得したが実現せずに1960年9月20日に免許執行となった。AB 官、官報、1915年8月2日、内閣印刷局 ABCDEF 今尾啓介、監修、日本鉄道旅行地図長全線、全駅、全配線6号、2008年10月、 新潮社 ABC、小川町社下九百七十五年、三百八十四から三3185ページ、ABCD 加越線資料保存改編、加越線物語から、あのこと加越線が知っていた。二千十三年三月、と、南野大園空間博物館推進協議会、AB ハットリシゲタカ、RM ライブラリー百十九加越能、鉄道加越線、 昭和水力電気専用鉄道、2017年11月、ネコパブリッシングハット AB 富山地方、鉄道株式会社編、富山地方鉄道50年史1983年3月、富山地方鉄道、ハットリシゲタカ、RM ライブラリー219開越ツ鉄道開越線、昭和水力電気専用鉄道、2017年11月、 ネコパブリッシングハット AB ハットリシゲタカ RM ライブラリー219九エツノ鉄道カ越線小川水力電気専用鉄道2017年11月ネコパブリッシングハットリシゲタカ RM ライブラリー219九エツノ鉄道カ越線小川水力電気専用鉄道2017年11月ネコパブリッシング ダム式発電書写真帳富山県編、富山県市、年表、1987年3月、富山県、運輸省国時代27号、官報1952年2月2日 2> ありがとうございます。